はい、どうもめちゃんるです。本日私はですね、京都駅の方にやってきております。時刻はですね、もうね19時半回っているような状況なんですけども、本日はこれからですね2023年8月8日に開業いたしましたダブルツリーバイヒルトン京都東山さんの方にねお邪魔させていただこうかなというふうに思っております。国内ですね5軒目となるダブルツリーブランドでございます。結構ねいい感じのね評価を聞いてますんでね、非常に楽しみです。でこちらのダブルツリーバイヒルトン京都東山さんにつきましては、地上7階建てのホテルには全158室の客室、オールデイダイニング、ラウンジバー、24時間利用可能なフィットネスセンターや大浴場といった充実した施設が兼ね備えられております。館内の随所に自然素材の作品が配置され、ロビーエリアには月に見立てた土目真鍮のアート、オールデイダイニングには豪快に墨で描かれた源氏襖など、美しいこと京都の華やかさと自然の豊かさを表現した空間がお客様を迎えてくれるといったホテルでございます。はい、非常にね楽しみですね。というかね、もう結構遅いんで早速ね、タクシーに乗って向かっていきたいなと思います。タクシーだとね多分10分ぐらいだと思いますんでね、はい、向かっていきます。行ってまいります。はい、到着しました。結構ね雰囲気いい感じですね。高級感ありますね。サクッとチェックインが完了しましたので、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。お部屋はね特段アップグレードはなかったですけど、最上階のねお部屋で朝いただいております。すごいね和な感じですね。はい、こんな感じのエレベーター、エレベーターの中にはルームキーかざすのがなくて、エレベーターをね外から、ルームキーでタッチする感じですね。はい、7階の方に到着しました。今日はね726、お、めちゃ冷房が効いてます。726なんで右手の奥ですね。意外とねこのフロアカーペットがスーツケースとかすごいね押しやすい感じでいいですね。はい、726、本日はねこちらのお部屋となってます。では入っていきましょう。向きはさせていただくタイプですね。はい、では入っていきましょう。まあ、こんな感じのね、お部屋となっておりますが、はい、ベッドがねあの低い感じで、美味しそう美味しそうって言ってるで、早速ウェルカムシーツがねあったので、美味しそう。はい、なんかすごい和のねテイストですね。やっぱりねめちゃめちゃ和のテイストです。ちょっと暗いですけど外見えるのかな。あ、京都タワーもね見ていただくことがねできますね、この部屋。はい、まあ、こんな感じの、お部屋となっております。では、戻ってですね詳細をね見ていきたいなと思います。はい、ではね詳細を見ていきたいと思います。本日はですねエレベーターホール出て右手の726号室ですね。はい、スタンダードの多分ねキングのお部屋となっております。でルームキーはですねこのように挿していただく、タイプとなっております。そしてこちらアイロン台、そしてこんな感じでね、もうやっぱりねこの間のホテルインディゴさんでも同じような感じでね、もうクローゼットは扉がない感じですね。そして、靴べらとスリッパ、スリッパはね薄い感じのダブルスリーっていう感じですね。で、アイロン、そして荷物のね置く台がこのようにあります。でこちらセキュリティボックス、セーフティボックスが、このようにございます。収納からですね。はい、で、洗面台という感じですけど、じゃあ先にこちらのお手洗い、はい、見てみましょう。まあこんな感じでシンプルなね、感じのお手洗いとなってますね。中にねスイッチがございます。はい、まあ、こんな感じのねウォッシュレットという感じですね。まあ、自動で開くタイプでは
ございません。洗面台もねあっていい感じですね。そしてコンパクトですけどお風呂非常にね綺麗な感じです。はい、こんな感じの、なんだろう、可愛いですね。まあ、こういう感じでちゃんと椅子もあって、空というかで、でこちらに、はい、ございます、クラブツリー&イブリンでございます。はい、まあこんな感じですね。まあ水圧はね問題ないと思うんですけど、念のため、はい、まあこんな感じのねシャワーの水圧となっております。ちなみにシャワーヘッドはねやっぱりこのように何パターンかね切り替えがしていただくことができるタイプとなってます。はい、もうお風呂もね良さそうな感じですね。壁もなんかね大理石調な感じで、非常に高級感をね醸し出している感じしますね。で洗面台とハンドウォッシュとかボディーローション、そして拡大鏡ですね。はい、ティッシュの入れ物もなんかゴールドっぽい感じで、コップ、はい、ここら辺アメニティ類でしょうか。あ、こんな感じでねシャワーキャップとか、竹製のね串、そして歯ブラシ、あ、歯ブラシ、歯磨き粉がねこういう感じ、これに入ってる感じですね。そして、ヘアドライヤーということで、ドライヤーはどんな感じでしょう。はい、こちらタスカム製のねナチュラムというねドライヤーとなってます。まあ、風はね結構なんか強そうな感じしますね。はい、で足元にはゴミ箱があったりとか、コンセントはこちらに2箇所という感じです。体重計は置いてなさそうですね。まあ、必要であればひょっとすると貸し出しとかねしていただけるのかもしれないですね。はい、じゃあね、お部屋の方に入っていきたいと思います。こんな感じでですねエスプレッソマシーンがねボトムのお部屋でもねついてて、これは嬉しいですね。はい、でディルマーのね紅茶、カモミールとか、イングリッシュブレックファーストとかね、これなんだろう、煎茶だ、宝かな、ティーバックス。はい、でお水なんかは冷蔵庫内にボトルを用意してあります。下記の、給水所をご利用してくださいということで、なるほど、冷蔵庫ですね、ここで。で、あ、瓶でねこのように水があって、最初はね入ってるんですけど、1階のねフィットネスセンターもしくは入り口の横に、あと大浴場か、要は給水所があるんで、そこで汲んでくださいという感じですね。もうね時代ですね。はい、まあこんな感じです。で今日はね、チェックインねさせていただいたのが遅かったんですけど、こちらねこんな感じでルームキーもらってまして、女性用のね大浴場のルームキーが別途あるという感じですね。で本日は最上階7階の726ホストとなってます。クッキーもねちゃんと3ついただいてます。エスプレッソのポーションはね2種類2個ずつで計4つ、でこちらがですね、電気ケトルタイガー製です。でこちらの下には開けてみて、はい、アイスピールがございます。あ、ここはそこ開けて、カラーカラーです。はい、で、ウェルカムねスイーツがこのようにございます。ぶどうとなんか美味しそうですね、黒蜜もあっていい感じじゃないですか。いいですね。でここら辺もね、はい、こんな感じで、完全にね間仕切りがあるわけじゃないんですけど、ちょっとね、でここのねソファーが非常にねテイ君好みのなんかミニソファーで、全体的にねあのベッドもそうですしソファーもそうですけど低い、あの和の感じがねやっぱすごい、天井もねすごい高いっていう感じではないですけど、圧迫感は別にねそんなにあるわけではないですね。はい、でこちら読書灯があったりとか、コンセント USB-A とエントランスルームのね、そしてランプ、あ、ベッドのランプこうやってつくんだ。はい、ベッドがねほんと低い、これはね意外とねお部屋は別に広いわけじゃないですけど、お子様連れに低いしなんかいい感じします。はい、ぜひおすすめですね。でテレビ結構大きいですね、60とか70ぐらいあるのかな、東芝製、角度はね変えていただくことはできないみたいですね。でこちらが何だろう、
インルームとかあれかな、あの説明書関係ですね。こんな感じで、はい、説明書がございます。おしゃれで、テレビのねゲストサービスのご案内、多分テレビでね一通りなんかできるんでしょうね。で、空気清浄機があって、電話機と、おお、めっちゃ音がすごい。まあこんな感じです。で、こちらのね、障子があれ結構硬いのかな。あ、なるほど、こうなんだ。まさかのこうでしたスライドするのかなと思ったらこうだった。こうしての、こうやってねカーテンをね閉めていただくことができるという感じです。で、先ほどに申し上げた通り、ちょっとね今反射しちゃってるんであれなんですけど、あの京都タワーもね、見ていただくことがねできるようになってますね。はい、こんな感じのね障子、まさかのこういう開閉タイプだと思わなかったですね。はい、どうでしょうか。まあこんな感じです。レイ君どう、このお部屋すごい、すごい。はい、でこちらがね、ルームウェアでサムエみたいな感じですね。はい、でレイ君もね今履いてますけど、レイ君用のねこんな感じのスリッパもちょうどジャストフィットで、これ使いやすそうですね。なんか普通余ってね歩きづらかったりするんですけど、すごいスリッパというかビーチサンダルというか、これだったらあのなんか持って帰って使いたくなるぐらいのあのフィット感ですね。でちなみにですね、こちらはい、お子様用の、浴衣ですね。はい、こんな感じでお子様用の浴衣もありまして、 SML、3サイズございまして、 S がですねこちらが90から110、 M がですね110から130、そして L が130から150ということで、まあ、レイ君とかでもね3歳くらいからね浴衣着ていただくことができるんじゃないでしょうかね。はい、非常にいい感じじゃないでしょうか。はい、ということで、こちら1階の方にねやってまいりまして、製氷機とかこんな感じで、あ、スパークリング炭酸水とかもねできるみたい、こんな感じになってますね。そしてこちらがね1階にねフィットネスロビー階の1つ上ですね、フィットネスがございます。はい、まあ、こんな感じのね、フィットネスとなりますね。非常にコンパクトですけど、あ、でも結構奥行きあるのかね、すごい奥行きありますね。思ってた以上に奥行きがございます。結構最新の機器ですねやっぱり。はい、いい感じじゃないですか。でこちらにもねお水があったりタオルがあったり、はい、します。レイ君の誕生日ということで、じゃーん、はい、レイ君の誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーです。ハッピーバースデーって書いてある。じゃーん、それ図鑑なのこれ、図鑑なの。はい、ということですね、チェックインが完了いたしまして、ルームツアーも終了したんですけれども、もうね時間がなかったので、あの後ですね、レイ君を連れて大浴場の方に行ってまいりまして、今ねもう YouTube ライブも終えて寝る直前というところなんですけれども、まずはですね Wi-Fi 速度ね測っていきたいなというふうに思います。まあライブなんかもね非常にいい感じでできたので、結構ね速度出てるんじゃないかなと思います。ではね行ってみましょう。はい、速度の方出ました。思ってたよりはね早くなかった。インターネット速度、ダウンロードが 30Mbps、 アップロードが 28Mbps。 このインターネット速度がねそんなに早くないんですが、Wi-Fi 速度はね 395Mbps で、これのねインターネット速度は遅いけど Wi-Fi 速度が速いのね利点が私もあまりいまいちわかんないですけど、今ライブをやった限りだと全くね問題なくライブ配信はサクサクできてたかなという印象でございます。はい、はい、ということですね、初めましてのねこちらのダブルツリーバイヒルトン京都東山さんの方にお邪魔させていただいております。もうね今見ていただいた通り、もうエントランスレセプションなんかも非常にねダブルツリーとは思えぬって言ったらちょっと失礼かもしれませんけど、高級感があって、非常に落ち着くね、感じです。まあ、今回はねあのアップグレードとか特にはなかったんですけども、このボトムのねキングサイズのベッドのお部屋でも非常に落ち着く感じで、和をね非常に
感じさせる落ち着いた、ね、作りとなってます。でベッドなんかもね低めに作られてて、まあ、お子様連れとかでも非常にいいんじゃないかなというふうに思いますし、ご高齢の方とかでもねバリアフリーでね段差がなく、入っていただくことができますし、ベッドも結構低かったりするのでね転がりやすかったりするんじゃないかななんて思ってたりしております。で今日ね残念ながらチェックインが遅い時間になってしまいましたが、ヒルトンのダイヤモンドステータスお持ちの方であればですね、バーのねオープンというバーで1時間カクテルタイムが17時から18時までねご提供していただくことができますので、まあ、ソフトドリンクはもちろんですけども、お酒などをね、飲んでいただくことができるという感じです。まあ、カクテルタイムでねお酒だけなのか、まあ、ちょっとしたおつまみみたいのが出るのかまではちょっとわかんないんですけど、お酒はね、間違いなくいただくことができます。でマイウェイ特典ということで、ダイヤモンドステータスの方は1000ポイントそして無料朝食がねいただくことができます。でルームアップグレード空き状況によって利用が可能です。でアーリーチェックインやレートチェックアウト、まあ、今回はねチェックインが20時ということで遅かったので当然アーリーチェックインはありませんが、レートチェックアウトにつきましては通常12時チェックアウトのところ14時チェックアウトまということで OK いただいておりますという感じです。で Wi-Fi のねプレミアム Wi-Fi などを今つないでいただいているっていう感じですね。はい。でチェックアウトは先ほど申し上げた時に原則12時までという感じになってます。でレストラン、ラウンジ&バーオープンにつきましては朝食はね6時半から10時半、ランチもねやってます。11時半から14時、夕食が17時半から21時でバータイムが17時半から23時までやってます。フィットネス、24時間営業してますと。で大浴場につきましては朝6時から10時、15時から23時、はい、で10時から15時と23時から6時はね、お風呂は清掃中ということになっております。でライブ中ではねお話しさせていただいたんですけど、浴衣などもねお子様用の浴衣があって S、M、L、サイズがございます。 S サイズにつきましては、90から110そして M サイズにつきましては110から130、L サイズが130から150という感じなので、まあ3歳ぐらいのお子様からね、もう利用していただくことができるのかなというふうに思います。そしてね、スリッパの方なんですけど、まあ大人用はね、ペラペラのね、白いスリッパでなんですが、子供用のね、このスリッパがね、非常にフィットして、お子様結構スリッパ使うと歩きづらくて、ね、ほとんど使えないじゃないですか。なんですが、これはね、非常に使いやすい、スリッパで、ちゃんとね、ダブルスリーのロゴなんかも入ってて、非常にね、お金かけていい感じなんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日ね、私もルームウェア着てますけど、こんなサムエみたいな感じのセパレートタイプのね、ここちょっとおしゃれなね、マークが入ってたりとか、ここにもね、ちゃんとダブルツリーの、ロゴが入ってたりとかする、非常にね、ゆったりとしてお付きがある、感じのものがございます。これはね、お風呂からお部屋までしか利用ができません。当然レストランだったりバーとかで利用していただくことはできません。で、あとね、先ほどお水につきまして、冷蔵庫のね、中見ていただいたと思いますけれども、製氷機だったりとかお水をね、汲んでいただく必要がありますので、そちらはね、別途ご自身で手配しなければいけないと、いった感じでございます。はい。ということで、まあちょっとね、館内の、感じだったりとかも見ていただいたんですけども、どうですかね。まあ、比較的で、私もね、ライブで、視聴者さんからご指摘いただくまで忘れてましたけれども、確かにここね、リブランドなんですよね。もともとはダイワさんで、それ以外のところだと前、またね、違うホテルだったということをね、聞いてますけど、なんだろう、もう本当にね、新築と見間違えるぐらいの、すごいいい感じでリニューアルされてるな、という印象を持ちました。はい、非常にいい感じでございます。はい。ね、バスタブもね、ボトムのお部屋でもあったりもする感じなんでね、非常に使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思います。明日のね、朝食がめちゃめちゃ楽しみです。まあ今日はね、もうちょっと、0時半回ってるぐらいな時間帯でございますんで、まあゆっくりさせていただいて、また明日朝食でね、お会いできればと思います。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。今日はね、めちゃくちゃ今日もね、いい天気でございます。昨日はね、ライブ終了後ですね、まあなんやかんやね、動画を撮ったりとか、ちょっとだけ編集したりとかして、まあ1時半ぐらいね、寝たっていう感じですけど、ぐっすりね、眠ることができました。ライブのアーカイブにつきましてはね、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもね、ご参照いただければなというふうに思います。で、今朝はですね、お部屋のお風呂をね、いただきまして、今さっぱりして、これからね、朝食会場に向かっていきたいなというふうに思いますので、早速ね、これから向かっていきたいと思います。
行ってまいります。はい、ということで、ね、朝食会場の方にやってまいりました。はい、ということでね、こちらにご案内していただきまして、レストラン内ね、意外と奥行きもあってですね、いい感じで、お子様用の椅子があっていい感じでございます。はい、とりあえずね、こんな感じで持ってきました。結構ね、種類豊富でね、いい感じですね。レストランはね、日は当たらない感じなんですね。はい、いただいています。レイ君もめちゃめちゃ食べてます。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。なんかね、魚とかも西京焼きっぽくてね、美味しそうなんですよね。これはね、ご飯がすごい進んじゃうやつなんですね。いただきます。あ、まあ、最強だわ。うん。お米もね、めっちゃ美味しいです。サラダの方もね、あのもうシェフの方で味付けしてあるねサラダと、それとは別に自分でねお好みでドレッシングをかけていただくサラダとか、いい感じですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。漬物もね、美味しかったです。西京焼きがね、私好きなんですけど、めっちゃ美味しかったです。あとね、あのお茶の、なんだろう、飲み比べみたいな感じがね、できるゾーンがありまして、そこにね、6種類ぐらい、あったのかなっていう感じなんですけど、あれがね、なんか京都っぽくて非常にいいなというふうに思いました。ぜひね、あの皆さん、お越しいただいた際にご利用いただければなというふうに思います。で、なんとね、この後、ショールームをさせていただけるっていうことでしたので、そちらの様子ね、ぜひご覧になってください。どうぞ。はい、で今ねショールームの方をお願いさせていただきまして、こちらツインデラックスジャパニーズルーム28平米のお部屋ですね、見させていただくことで、ございます。玄関入って水回りがねこのようにございます。まあ、タイプとしては同じ感じですね。で浴室、はい、同じタイプ。この浴室ね使いましたけど、非常にあの使いやすいシンプルな感じで良かったですね。で多分ここがねお手洗いでございまして、ジャパニーズルームで和室ね、これ多分外国人の方には非常にいいんじゃないかなと思います。で私もね宿泊させていただきましたけど、ベッドのねこの低いのが結構お子様連れとか、あのご高齢年配の方とかにも非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらが、ツインキングですね、キングの、ジャパニーズルームという感じです。非常に和のテイストでね、いい感じだと思います。眺望は隣はね、ビルという感じですね。これはね、お部屋の向きによって異なってきます。はい、そして続きまして、こちらがツインプレミアムルームということで30平米、ございます。3名様でね、宿泊される場合は、ソファーがここでソファーベッドになりますので、まあ、こちらのお部屋をね、利用していただくというふうになっております。ちょっとね、あの洗面台のこの表面なんかも高級感がある、仕様に変わってますね。そしてこちらね椅子なんかもございます。で入ってすぐねお手洗い、まあ、ここら辺の仕様は、皆さん共通だと思います。はい、で水回りですね、こんな感じで、お風呂も、はい、変わらずという感じですけど、まあ、扉がねシースルーになってるっていう感じですね。はい、で一番の違いはやっぱりこのお部屋のね感じ、いかがですか。高級感ありますね。でこの目につくねソファーベッド、これがね3名様の場合は、ベッドに早変わりしますので、こちらでね3名様、宿泊していただくことができるといったお部屋が、こちらのツインプレミアムルーム、30平米のお部屋でございます。こちらね、ビューは、通りの方をね面しているという感じですね。はい、いかがでしょうか。まあ、なので3名様で泊まる場合はもうこのお部屋がね、マストという感じになるんでしょう。はい、
いかがでしたでしょうか。まあこんな感じでですね、他のね、種類のお部屋も見させていただきましたけど、どのお部屋選んでいただいてもね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。でスイートルームにつきましてはね、なんとお部屋の方にサウナまでね完備しているという状況なので、まあ機会があればね、そちらをまた今度ねお伺いする際にはお邪魔できればな、最高だなというふうに思います。で掃除でですね、こちら W3Y ヒルトン、京都東山さん初めて宿泊させていただきましたけど、まだね、リブランドといっても前のホテルが1年ぐらい経って、リブランドっていう状況なんで、まあ建物はやっぱりねピカピカという状況ですね。で本当にねリブランドなのか、まあ前のホテル当然存じ上げませんけど、リブランドとはまあ思えないほど仕上がってる感じでね、京都らしさを満喫することが、できました。観光拠点としても非常にね便利な立地だと思いますんでね、非常にいいですし、周りもねなんか美味しそうなお店結構ありましたんで、散策してみていただくのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご活用いただければと思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないようにぜひねこちらチャンネル登録とベルマークのね通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。So I